び少女に出会ったら、誰でもその場で恋をする。特に子供より彼女はストライク超級だった。知らないうちに巻き込まれて、珍しい場所でデートした。意味がわからない本屋さん、妙なゲーム屋さん。普通に楽しくて、だんだん愛になる。二人の階段をポチポチ登っていた。どれくらい好きとかは言わなくてもいいよ。ありがとう、毎日が夢のよう。消えないで、俺だけついてりゃ大丈夫。あなたがいるから大丈夫。笑顔でいてくれ、いつまでも。嬉しい。気づいたことがある。嫁になってからのあいつを、心が広くて俺の趣味尊重してくれたさ。私は世間に疎くて、オタクというのがなんというか、一番愛してる。いつでもあなたを愛してる。どんな奴にも負けないから。